我は最果ての魔王ディープブリザードである。みなこんにちブリザードであるぞ。今回はいよいよリリースされるベースリグの後継ソフトアニメイズについて紹介とライブ 2D モデルの導入方法について解説をしていこうと思うのであるぞ。トラッキング精度の向上、自作モデル導入の簡易化、そして配信向けの機能などフェイスリグと比べて改善改良された点が非常に多くなっているので、ぜひ最後まで見てもらえると嬉しいのであるぞ。ディープブリザード、フェイスリグとは何か、そして後継ソフトのアニメイズとは何かについて軽く触れていこうと思うのであるぞ。フェイスリグ、アニメイズというのはウェブカメラを使用して PC 上で搭載されている様々なアバターを使ったり、自宅で作ったライブ 2D のモデルや 3D のモデルを使い、動画の収録や配信などで使うことができるアプリケーションである。これまではフェイスリグが主にそのような活動で使われてきて、特に近年ではストリーマーや VTuber、YouTuber の間で人気のソフトとなっている。その後継ソフトとして今回我が紹介するアニメイズがあるというわけであるな。これを使うことで今画面に映っておる我のようにウェブカメラ越しに様々な姿を映しながら、このようにな様々なモデルを簡単に使って動かすこともできるのであるぞ。ディープブリザード、ライブ 2D のモデルをアニメイズに持っていくための書き出し方法について解説をしていこうと思うのであるぞ。今画面に映っているのはライブ 2D キュービズムエディターである。こちらにライブ 2D キュービズム上でのモデリングが完了しているアバターのデータを用意しておる。こんな感じで動かしたり、目や口なども動く状態になっている。ライブ 2D キュービズムでのモデリング作業が完了したモデルをアニメイズで使うために書き出しをしていこう。ファイルの組み込み用ファイルの書き出しから MOC3 ファイル書き出しを選択する。するとこの通り書き出し設定が出てくるので、書き出しのバージョンは SDK3.0 から 4.0 まであるが、今回はこのキュービズム 4.0 対応を選択する。キュービズム 3.0 以上であればアニメイズに持っていくことができるので、自分が作っているモデルや自分がこれまでに書き出したモデルのバージョンを覚えておこう。すでにフェイスリグ用にファイルを書き出しているのであれば、それをそのまま流用することができるので、このチャプターは飛ばしても大丈夫であるぞ。では OK ボタンを押して書き出したい場所を選択したら保存を押そう。そしてまあこれはあった方が良いというものではあるが、フェイスリグやアニメイズ上のアバター一覧でアイコンを表示するための画像を用意しておこう。これは規定のサイズであればどのペイントソフトなどを使っても大丈夫なので別途用意しておくと良いであろう。これでライブ 2D キュービズム上での作業は完了である。ディープブリザード、こちらがアニメイズを起動した時の画面である。まずは簡単に画面の説明をしていこうと思うのであるぞ。まずはこの画面の左上にあるもの、こちらが開くとこんな感じでウェブカメラ上で映っている顔を見ることができるのである。ここで動作の確認やキャリブレーションなどを行い、きちんとトラッキングができているかどうかを確認することができるのであるぞ。そして非表示であったり、この横の3つの点のところを持っていくとドラッグすることができるので、画面上の邪魔にならないところに置いておくと良いであろう。次に下にあるメニューからアバターを押すと、この通り様々なアバターが表示される。最初から使えるものもあれば、こちらのゴールドというのを購入して使うことができるようになるアバターもあるので、ぜひチェックしてみてほしいのであるぞ。ライブ 2D から 3D のモデル、様々なものを使うことができるので選んでみてほしいのであるぞ。ディープブリザード、ライブ 2D のアバターの操作の仕方について説明をしていこうと思うのである。まずはモデルの拡大縮小はマウスホイールで行うことができる。拡大しすぎるとこのように画面から消えてしまうので、ガチ恋距離をする際は要注意なのであるぞ。細かく拡大縮小したい場合はキーボードのシフトキーを押しながらマウスの左ボタンをクリックした状態で上下にドラッグしよう。こうすることで細かく調整することができるのであるぞ。アバターの移動の方法は
コントロールキーを押しながら、キーボードの上下左右の矢印で動かすことができる。もしくは、コントロールキーを押しながら、マウスの左クリックからのドラッグで動かすことができる。好みの方法で動かすと良いであろう。ディープブリザード。では、先ほど書き出したライブ 2D のモデルを読み込んでみようと思うのであるぞ。読み込み方は簡単で、画面上メニューのインポートから、インポートライブ 2D アバターを選択する。今回メニューの一部が完全日本語化はしておらぬが、これは今回ベータ版を使わせていただいておるので、製品版では完全に日本語に対応するとのことなので、ご了承いただければと思うのであるぞ。導入が完了したら、メニューのアバターから登録したアバターをダブルクリックで読み込む。すると、この通り、アバターを読み込むことができたのである。イエーイまあこれで一通りの導入ができて、そしてまた読み込んだモデルなどはダブルクリックをすれば切り替えることもできるのであるぞ。ディープブリザード。このアニメイズでは背景を変えることも簡単にできるのであるぞ。こちらにある背景の項目をクリックすると、デフォルトでな、様々なも背景が入っているので、そちらを適用するとこんな感じで簡単に背景を変えることができるのであるぞ。他のな、配信ソフトや動画編集で使いやすいようなグリーンバックもデフォルトで入っておるので、こんな風に簡単に切り替えることもできるのであるぞ。ちなみに、インポーテッドフォトス&ビデオスということで、ここでこのプラスボタンを押すと背景を読み込むことができるので、読み込ませたい背景画像を用意して、そして適用するとこんな感じで、簡単にオリジナルの背景を追加することもできるのであるぞ。このままな、動画の収録であったり、配信のソフトなどに持っていくこともできるので、グリーンバックなどを使わなくても、例えば半透明のキャラクターであったりとか、複雑な色使いをしているキャラクターもそのまま使うこともできるので、気兼ねなく様々な用途に使うことができるのであるぞ。ディープブリザード。そして本当にカメラの精度がものすごく上がったっていうところを、我は強く紹介しておきたいのであるけれども、これまでだとカメラのトラッキングが外れるような、極端に横を向いたり上を向いたり下を向いたりした際にも問題なく綺麗に動いてくれるようになったのである。そしてまあこれがちょっと個人的に嬉しかったなと思ったのが、まあカメラのトラッキングが外れた時であるな。例えばこうやって横向いたままカメラから外れてみるであるな。今外れた。するとこんな風にスッとこう自然に戻ってくれるのであるよ。こうすることでこう、これまでだったら結構急にパッと戻ってこう違和感のある感じになっていたのをスルーッと戻ってくれるんで、こうやってトラッキングが切れてる途中にトラッキングを戻せばこんな感じで問題なく動かすこともできるのであるぞ。こういうななんていうかこう配信であったりとか動画で収録したりする際の細かい気遣いなど増えているのが、まあちょっとこのアニメイズで長年使ってきた身として非常に嬉しいと思った点なのであるぞ。ディープブリザード。ではライブ 2D キュービズム上で作成をしたパラメーターなどをアニメイズで再生するための方法をお教えしようと思うのであるぞ。そのためにはアニメイズエディターというアニメイズとはまた別のソフトを使うことになる。起動した状態の画面がこちらになる。そして上のメニューのアセッツからインポートライブ 2D アバターを選択し、パラメーターを設定したファイルを開く。するとインポートというウィンドウが出てくるので、インポートを押そう。するとライブ 2D モデルが読み込んだ画面が確認できるであろう。この状態でスペシャルポーズという項目を開くと、アニメーションで登録した手紙というパラメーターと手を振るパラメーターバイというパラメーターの2つが用意されている。この下にあるトグルというボタンをクリックするとどのように動くのかというのを確認することができる。こちらで動作が確認ができたら、こちらのヒエラルキーパネルの読み込んだモデルの名前があるところを右クリックして、出てくるメニューのバンドルというのを選択する。そして、自分のファイルの管理しやすい場所に保存をしておこう。これでバンドルエクスポーテッドと出たら OK である。これで、独自の .avatar というファイルが完成した。こちらをアニメイズで読み込むことで、スペシャルポーズやアニメーションを再生することのできるライブ 2D のモデルを使うことができるようになるのであるぞ。方法は簡単で、インポートメニューからアバターをインポートを選択し、
先ほど作ったドットアバター形式のファイルを読み込む。読み込んだ状態でアニメーションという項目をクリックすると、こちらにアニメーションというのが出てきて、項目をクリックするか、キーボードの表示が出ているので、今回だとキーボードの Q を押すと手紙を読む我の姿が表示されて、もう一回押すと非表示になり、キーボードの W を押すと手を振る我を再生することができるのである。で、両方にすることもできるのであるぞ。キー操作もしくはマウス操作で自分の使いやすいように操作をしてみると良いであろう。ディープブリザード。ちなみに皆も気になるアニメイズの価格であるが、なんと基本的に無料で使うことができるのである。アバターを1体追加するだけであれば 0.99 ドルを支払えば、アニメイズエディターを使い、ライブ 2D のモデルをアバター形式というものに変換すれば読み込み使うことができるのであるぞ。動画投稿や配信サイト等で一定の収益を得ているものはベーシックサブスクリプション、またその上の VIP サブスクリプションなどを契約して自分たちの使用に合った課金をすると良いであろう。またこれまでフェイスリグを持っているもの多分多くいらっしゃると思うが、その方々は2つのサブスクリプションの初回購入が 50% 割引になるということなので、フェイスリグを持っている方も安心してサブスクを登録できるであるな。詳しい価格やサブスクリプションによる機能の差などについては公式サイトを確認してほしいのであるぞ。ディープブリザード。というわけでいかがだったかの。このアニメイズを使えばこれまでよりも簡単により豊かな表現をすることができるようになったのが分かったであろうか。そしてこれまでフェイスリグを使っていた者たちにとっても、使ってきたものをそのままアニメイズに移行することもできるので、ぜひぜひ活用してみてほしいのであるぞ。ではでは、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。